はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕はね、病気の体と自分の心を一緒にするのをやめることができましたというね、いきなり謎な言葉から始まりましたけどね、今日は患者さんのというか僕のね、承認欲求にちなんだね、お話をね、人体に絡めながらお話をしていきます。病院にね、診察に行った時やね、その入院中とかにもですね、先生と の問診の時になんかね、なんで分かってくれへんのって思う時がね、そうありましてね、これはね、患者さん側のね、承認欲求かもしれません。承認欲求というのはですね、他者から認められたい、自分を価値のある存在として認めたいという欲求であってですね、尊敬自尊の欲求とも呼ばれています。これね、先日ですね、子供にね、話をされてる時にね、そう思ったんですよ。特にね、自慢話をしている時なんかそうなんですけどもね、学校とか保育園でのね、出来事をずっとこうひたすらね、喋りまくってこう聞かされてる時間ってあるじゃないですか。しかも自分のタイミングに合ってない時にその喋ってくるから、イライラしてしまったけど、ぐっとこらえる、聞いてあげなあかん地獄の時間としてしかね、認識はしてなかったんですけども、実は子供はね、ただ今日に起こったことをただそのまま喋ってるだけで、心理学的にはね、認められたいとかなどのね、深い意味っていうのはね、特にないみたいなんです。でもこれはね、子供を対象として研究されてきた結論であってですね、患者が病院に対する問診の時の思いとはまた違いますよね。これをね、自分の状態をただ伝えることで満足しているというただの承認欲求だとしてね、捉えられてしまうとね、患者側としてはね、辛いです。だからね、患者ってね、解決してほしいんですよ。こう寄り添ってね、一緒に解決していってほしいんですよ。だからこそね、その同じような診察だけじゃなしにですね、毎回違ったね、提案をしてほしいわけなんです。しかも良くなってる前提でね。とまあね、そう思ってるのは僕だけなんでしょうかね。でもね、その診察においてですね、いつも通りの結論を下されることはね、状態が悪くなっていないということのようにね、受け止めれるので、体的にはね、いいことなんでしょうけども、それがね、毎回続くとね、ほんまに良くなってんのって、こう、思ってしまいますよね。僕の場合でもね、大体、月に1回の通院で、4ヶ月ぐらい経って、頃合いか、それぐらいのね、4回目になればですね、免疫抑制剤の数が減るなどとしてですね、治療内容が新しくなるんですけども、それでもちょっとその血液検査での数値がね、基準値を超えてたらね、先生からこうチク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 言われてね、もう何かね、こう症状が少しでも出てきたらですよ、またその薬の量が増えるというね、もう良くなるのは時間がかかるのに、悪くなるのはね、パッてこう一瞬なんですわ。もう4ヶ月の苦労が水の泡になった時にはですね、また4ヶ月も頑張らなあかんやないかいってね、思ったらね、やってられるかってこうなりましたね。でもね、この4ヶ月というのはね、仕方なかったことなんですよ。血液の病気になってね、その血液のことをいろいろね、勉強したりとか、先生やね、看護師さんにね、習っていくとですね、すごくね、自分の中でね、腑に落ちたことがあるんです。皆さん、細胞のね、更新速度ってご存知ですか？皆さんの馴染みのある言葉で言うならばですね、新陳代謝なら分かりやすいと思います。新陳代謝というのはですね、古いものが新しいものに次々と入れ替わることで、特にその健康法とか、ね、美容法においてね、その細胞の新陳代謝などとしてね、こう使われ方をしますけども、これはね、生化学的におけるね、その代謝の意味ではなくて、細胞自体の入れ替わりっていうのを意味する表現で、生命維持にはね、すごい不可欠なものなんでございますよ。でちなみにね、外国から来たこのね、細胞の更新にあたる言葉をですね、訳語としてね、新陳代謝として当てたのはね、夏目漱石であると、言われてます。すごいですよね。でそんな新陳代謝なんですけどもね、人体は1日で1兆個もね、細胞を、入れ替えています。不要になった細胞が死んで、その周辺の元気な細胞をね、細胞分裂させて2個にして、その1つを失った細胞に入れ替えて成長させます。人体の細胞の数はね、約60兆個もあってですね、単純計算すればね、毎日1日に1兆個の細胞がね、こう入れ替わって、1ヶ月で約30兆個で、2ヶ月で60兆個がね、新しい細胞になっています。でそんなね、細胞のね、新陳代謝の周期はね、
各部位によってね異なってくるんですよ。そんなね人体をね構成している細胞っていうのはですね約250種類であってですね、そのね更新速度っていうのはね、まあ、それぞれの組織やね臓器によってね大きく4つ分けられます。速やかに更新される細胞、ゆっくり更新される細胞、生涯に一部しか更新されない細胞、生涯に更新されない細胞となっていましてね、ちょっと細かくお話ししていきますとですね、速やかに更新される細胞というのはね表皮、角膜、消化器系の上皮組織、精巣上皮、造血組織、リンパ組織、ゆっくり更新される細胞というのがですね呼吸器上皮、尿細管上皮、肝細胞、膵臓、結合組織細胞、胃の壁細胞、副腎皮質細胞などね、そしてね生涯に一部しか更新されない細胞はですね、平滑筋細胞、脳神経膏細胞、骨芽細胞、副腎髄質細胞、褐色脂肪細胞などですね。で生涯更新されない細胞というのがですね神経細胞、心筋細胞、セルトリ細胞などがあります。でこのようにですね速やかに更新される細胞、ゆっくり更新される細胞、生涯に一部しか更新されない細胞、生涯更新されない細胞とされています。そしてまあそれぞれのねその主な細胞の更新速度なんですけどもね、脳はですね早い細胞では1ヶ月で約 40%、 遅い細胞ではですね約1年で全て入れ替わります。そして胃の粘膜はですね約3日で入れ替わります。腸のビジウムはですね約1日で全て入れ替わります。腎臓は早い細胞で1ヶ月で 90%、 遅い細胞は約1年で全て入れ替わります。筋肉は早い細胞は1ヶ月で 60%、 遅い細胞は約200日で全て入れ替わります。ほんで皮膚はね約1ヶ月で全て入れ替わります。あと血液はね 4.5 リットルから5リットルのね血液っていうのはですね100日から120日間で全て入れ替わります。で骨に関してはですね幼児期は約1年半、成長期は約2年未満、成人は約2年半、70歳以上は約3年で全て入れ替わります。で次ね肌に関してなんですけどね、肌はねすごいね年代別で分かれています。10代では約20日周期、20代では約28日周期、30代では約40日周期、40代では約55日周期、50代では約75日周期、60代では約100日周期で入れ替わります。このようにねそれぞれ細胞がね生まれ変わっていくんですけども、腸のビジウムはね1日で生まれ変わったりね、その他の細胞は200日からね1年で生まれ変わるというね誤差があります。で血液に関してなんかですね、赤血球、白血球、血小板、リンパ球の細胞でさえもですね細かく言えばね1週間のやつもあれば120日ぐらいで生まれ変わるほどですから、僕の体でね白血病細胞がいなくなって白血病が発症している状態ではない寛解の状態である今は、体の回復をざっくり見ても、やっぱり4ヶ月はかかるんでしょうねということがね自分の中でなったんです。なのでねこのことが理解できたから、病気の体と自分の心を一緒にするのをやめることができました。このようなね単純ではないかもしれませんけども、そんなことがきっかけでですね気持ちがすっきりして、モヤモヤがストレスにならなくなったので良かったです。そんな感じでね、まあその結果にはね原因があるようにですね、細胞が生まれ変わるにはある程度時間がかかるんだということが分かってね、僕の承認欲求をね少し解消したというお話でございました。まあ解消したらね少しだけですけどね、まあね僕も病気になってこういうことをね思うようになったんで、まあね他の人もね思っていると思いますので、少しでも共感していただけたらなと思っております。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。